はい、みちです。はい、みちです。今回、カップヌードル暗殺者のパスタ風。焦げの香ばしい風味が癖になるビッグ。ドロッと濃厚トマトの辛うまスープ。絶対うまいな、これな、多分な。トマト、ニンニク、唐辛子で殺人的にうまい、辛い。いや、めっちゃな。これぶっちゃけな、袋をこう開けた瞬間から匂いしてんねん。なんか匂いせえへん？まあまあ、見てたら匂いせんか。匂いしてたんよ。すごいよな、これ。開けた瞬間が匂いってな。これ楽しみやな、これ。俺トマト大好きやからな。どんな味なんかなと思う。こう書いてるわ。イタリア、日本で話題の暗殺者のパスタをカップヌードルで再現。知ってる？暗殺者のパスタって俺聞いたことない。暗殺者のパスタとは、この名前の由来は、唐辛子の辛さが殺人的なうまさと、諸説ありますと。パスタに焦げ目をつけながらソースと煮込んで作る香ばしい味わいと辛さが特徴のトマトパスタですと。有名なんかな？暗殺者のパスタって。でもめっちゃうまそう。俺トマト大好きでな。気になる。めっちゃ。こちらの方が、カロリーの方が、489キロカロリー。タンパク質が 10.6 グラム。脂質が 22.4 グラム。炭水化物が 61.2 グラム。食塩相当量が 6.5 グラムとなっております。では、開けるで。いやー、どんな味するんやろな。匂いやな。あ、失敗した。はい、開けましたら、見てこれ。濃くない？なんか色が。もうすごい匂いしてるもん。うわぁ。なんかカラムーチョ的な匂いする。カラムーチョかな？ね、なんかな、すごい。ね、匂いするね、これ。すごくない？これ。いや、これ楽しみ。かなりのな。これ見て、グーすごいやろ、これ。ではでは、ではでは、お湯を入れませて、入れまして、3分やな。3分待ちたいと思います。これ絶対うまい自信あるわ。楽しみ。では、楽しみ！はい、3分。3分経ちました。では開けますね。わ、来た。来たで、いい色してないこれ。これパスタ風やから、パスタではないねんな。ラーメンやんな。パスタ風やねんけど。どう？確かにパスタ風、パスタやわ。匂いが。トマト系かな、これ。わ、これな、だしええからパスタ別で湯がいて入れたいぐらいやわ。では混ぜようかな。では混ぜようかな。いや、そういう食べ方もありやな。麺がなくなったら。混ぜるで。はい。はい。奥から混ぜると。奥から混ぜると。混ぜるん嫌いから、俺。奥から混ぜる。もうええかな。こう混ぜるんが苦手でな。毎回思うねんけど、混ぜる苦手やね。いや、これ間違いなくうまいと思うよ、これ。トマト系に弱いね、俺。カレーとトマトに弱いね。はい。これでいいかな。できた。楽しみやな。では、ではでは、いただきます。お疲れ様です。楽しみやな。ほんま楽しみやな、これ。まず、おスープから、いきますね。辛いんかな、これ。辛さレベルとか書いてないな。辛いんかな。俺もそれもな、ちょっと全然、辛いんやろな。唐辛子の辛さとな、殺人的なうまさってあんねんな。吸うで一回。吸います。あ、これ辛いわ。あ、辛いわ、これ。あかんわ、これ。辛いわ。で、辛いねんけど、飲めんねん、なんか。なんかトマトと交わって飲めるわ。では、お麺の方いきますね。いきます。
うん。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 どうやろこれ。どうやろ、ちょっと辛さが前面に出てるわ。トマトも入ってんねんけど、辛さ結構きてるな。どう説明したらいいかな。いや、普通には美味しいね。うん。ちょっと唐辛子がきつすぎるんかな、これ。こっちにグーンってきてんねん。グーンときてんねんな。唐辛子がきついんかな。トマトが消えてんねん。これ、肉。肉な。うん。で、トマトやんな、これ。トマトもあんねん。うん。まあ、トマトは安定のうまいわ。うん、もう一発いくで。なんかな、味が分からなくなってくる。トマトの味がありそうでないねんね、なんか。何味なのこれ。あ、スープ吸ったら、あ、トマトあるなぁと思うけど、辛さもガッとくんねんな。辛いっていうのが何やろ。唐辛子的な感じかな。唐辛子かこれ。なんか、唐辛子か。ガッてくんねんよ。で、それもありやねんけどな。ちょっと汗出てきたもん。ぶっちが汗出てきたもん。これなんとも言えへんな。なんか、味が定まってないというか、トマトとこの唐辛子がな、なんか、半々な感じなんかな、これ。やっぱ、そのコラボもんって結構どっちかが強い方がいいんかなっていつも思う。なんか半々で綺麗に、フィフティーンフィフティーンな感じやね。だ普通には美味しいねんで。美味しいねんけどなぁ。癖になる、この辛さというか、あんねんけどな。まあ、ペロリとはいけばビッグやけどな。で、しかも、ドロッと、濃厚で、ドロッとなんかな、これ。ドロッと感はそこまで伝われへんけどな。まあこれ、食べてみて、悪くないのよ。ほんまに悪くないねんけど、なんかトマト唐辛子がなんかな、半々やから、なんか味がどっちか分からなってくんねんな、これ。まあ俺味音痴やで。どっちか分からになってるから、どちらかといえばトマトの分量とかトマトのをもっと前面に出して、唐辛子ちょっとのがいいんかなと、思ったりもすんな。これまあ、うまいはうまいんやけど、って感じかな。